しゃる理屈はよくわかりますし、まあ、現に今あの海外の、子会社に貯まっていたドルのお金を持って帰ってくることでですね、だいぶあの企業はですね、あの利益が出てるっていうのも事実だと思いますけど、でも一方でやはりこれだけ円安が進んでくればですね、あえてリスクを取って海外に行くよりは、あるいはあの全体の、まあ、企業の社会的責任も考えてですね、国内で雇用を増やそうという優先的にはこれ必ず働くと思います。むしろですね、企業が海外に出ていくというのを、まあ、小原さんポジティブに捉えられますけれども、それはその企業にとってはよくても日本経済にとっては雇用が流出しているというだけの話。決していいと思っていない。決していいと思っていない。楽しかった。いつも一緒。遠くに行っても、近くのどこでも、もしも二人が出会わなかったら、今頃どうしていたかしら。この広い宇宙の中で巡り合ったこの奇跡。でもこうしてご視聴ありがとうございました。また見に来てや、ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。